ははいこここんにちはこのにょくです今回はブレック・イガーガンの SF 短編集「祈りの海」から短編「誘拐」について語りたいと思います。ネタバレを含みます。ネタバレなしの本紹介動画も上げています。説明欄にリンクを貼っておきますので、見どころの方はそちらをご覧ください。さて、誘拐。イガーガンさん、これは発想の勝利ですね。すごいですね。人間を、ね、デジタル化させる話をさせたら、右に出るものはいないですね。 まあ主人公のもとに妻を誘拐した。大して欲しければ身代金を送れ。というね脅迫とともに妻の映像が送られてくる。しかし、妻は普通に家にいる。主人公はあれと思いつつも言い知れない不安を感じる。まあ、時はね近未来。一部の人間は不良の死に備え自分の人格をデジタル化している。主人公もその一人。まあ、しかし、 妻はその考えには反対で妻自身は人格のデジタル化を全くしていないえあれじゃあなんで妻は妻がデジタル化されたものが誘拐されているんだ、まあ、ここでですね死んでデジタル化済みの主人公の母親が登場する、まあ、主人公の母親はデジタル化されていたが主人公の父親はデジタル化の技術が確立される前に亡くなったのでデジタル化はされていない しかし、デジタル化した主人公の母親は言う、私の夫は今も私の記憶の中で生きている。と、まあ、ここで主人公はハッとするわけですね。誘拐された妻は、妻本人でもなく、デジタル化された妻でもなく、デジタル化された主人公の記憶を元に復元されたデジタル化した妻なのだと。 まあそして主人公はためらうことなくデジタル化した自分の記憶から復元されたデジタル妻のために身の代金を払ったのでしたいやほんとね人類がデジタル化したらガスで起こりそうなことを想像できていてイーガンさんね想像力豊かすぎると改めて思いました、まあ、イーガンの、ね、他の短編に比べても比較的ね分かりやすい内容かと思いますのでぜひ誘拐読んでいただければと思いますとこのようにこのチャンネルでは毎日1回 読書に関する動画を投稿していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価どししうぞ、ど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 でぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、しうぞ、うバイバーイ。